こんばんこんばんは、みんな。今日は学校でテストを受けてきました。テスト受けてきて、なんかリップ色ついてない。なんか実力テストみたいな、偏差値が分かるみたいなテストを受けてきて、帰ってきて頑張ったご褒美にお友達とスーパーに行って、でアイスを買って帰ってきました。でそのスーパーでちょっと博多の香りコーナーを、今日から博多の香りのパッケージがそう変わるんですけど、で博多の香りのみんなコーナーを見に行ったんですよ。そしたらまだ変わってなかった。なくて、そう、まだパッケージなかったので、まだ私のお家の近くのスーパーには存在していませんでした。みんな見つけた方いる？まだ？どうなんだ？見つけた方いますか？今日はね、そう、テスト終わった後合唱コンクールの練習だったんですけど、まだ見つからん。私も X では見たんだよね。ねえ、また CM も流れてるんだよ。なんかね、リンリンリンカから私が今日学校行ってる時になんか連絡があって、なんか病院でね、なんかウィーナーの CM 流れてたらしくて、そう、見たよ連絡が来てたんだけど、また流れてるらしいのでみんな見てください。病院で流れたらしいよ。リニーリンカから LINE が来てた。学校行ってる時、病院で流れて恥ずかしかったらしい。恥ずかしかったっていうか、病院流れてるのおもろいよね。あの音楽が病院にも流れす。今日はね、ショールーム終わってお風呂入ったらね、あ、やばい、切れた。おばあちゃん家に行ってブリシャブ食べるんですよ。ブリシャブを食べます。明日はテストないです。
昨日はふかし HKT ホテルのふかしてんじゃねえよのラジオ収録をしてきました。10月はねチャーハン部で担当させていただくので、ぜひ皆さん夜中なんだけど深夜聞いてください。初回はねチャーハン部みんなでやったんですけど、とっても初回からめっちゃ笑って楽しかったので、ぜひお聞きください。夜更かししてるからふかしてんじゃねえよだって。お便りもね送ってくれた方ありがとうございました。めっちゃ楽しかったよなんかその昨日のね出来事があったんですけど、なんかね私服紹介みたいなのがあったらしいんですよ。あなんかその私服紹介みたいなのがあなんかそのスケジュールになんか私服紹介って書いてあるのを私気づかなかったんですよ。それで普通にもうメイクしていくのも迷ったくらいで、なんかラジオ収録だからそんななんかあるのかなとか思って写真撮ったりするの、まあ一応メイクしておこうと思ってメイクして、そんなにおしゃれじゃない服で行ったんですよ。そうしたらなんかみんなめっちゃおしゃれしてるじゃないですか、可愛い服着て。そうだからえみたいな、なんでそんなみんな可愛い服着てんだろうと思ったら、なんか私服紹介があるのでみたいに言われて、って思ってそうあっちゃーなんですけど、まあそういう日もあるので、みんな私あんまちょっと昨日はそんな可愛い服で行ってないので、ちょっとなんかそういう特典当たった方はすいませんみんなめっちゃ草メイクしてめっちゃ可愛い服着てるじゃん、なんでそんな着てるのかなとか思ってたら、私服紹介とか書いてて、うーってマジと思ってマジと思ってね、みんなめっちゃ可愛く着てて、なんかねしかもなんか私服紹介みたいな動画を撮ったんですよ、うん、めっちゃ恥ずかしかったほんと普通に可愛いんだけどね、なんか昨日着てた T シャツは。でももうちょっといいのを着てくればよかったなとか思って、そう恥ずかしかったです。まあまあ私のファンの方にしか多分当たらないだと思うのでいっか。なんか服のそのポイントとかを紹介するんですよ。もう最悪と思って、ちょっとお、そうかランダムだ、多めに見てください。まあそういう日もあります。私の私のそういうところもありますかわいく着てるわけじゃないから。なんかママが韓国旅行に行ってたんですよ。私は行ってないんですけど、それでこの T シャツを買ってきてくれました。かわいいでしょ。このズボンもね一応同じなんかセットアップみたいな、かわいいでしょ。久しぶりラジオ収録したんですけど楽しすぎましたねずっと笑ってた。ラジオ楽しい。今日から10月ということでみんなよろしくお願いします。
私はもう10月早々テストだったんです、今日。もう眠かった、5時間目とか。明日は体育があります。昨日はずっと合唱コンクールの曲を聴きながら夜を過ごしてて、そしたら歌詞を覚えました。とうとうほぼ全部覚えましたあのブロック曲はもう多分完璧で、今日ブロック曲の練習があったんですけど完璧で、学級曲も多分いける。なんかね、私だけ全然歌えてなくてね、この間の練習の時もうね、恥ずかしかったんですよ私は。なのでちょっと本気で覚えようと思って昨日ずっと聴いてたら覚えました。ギフトっていう曲を歌うんですよ、学級は。そのギフトっていう曲が難しいんですよ。なんか歌詞をソプラノとテノールでこう交互に歌うから難しいんですよ、めっちゃ。ギフトっていう曲ぜひ聴いてみてくださいなんか担任の先生が音楽の先生なんですけど、その音楽の先生もなんかギフトは難しいよって言ってた歌詞が覚えづらいらしい。丸いあるから早く外さ。なんかブロック練習が今日あったんですけど、ブロック練なんかまあ赤ブロック黄色ブロック青ブロックいろいろブロックがあるんですけど、それで分かれて歌うんですよ。でそのどのブロックが良かったかみたいなあるんですけど、それで私は赤ブロックなんですけど、なんか赤ブロックのソプラノとソプラノとテノールとアルトに分かれて練習パート練習しようみたいななって、1年生と2年生と3年生のソプラノで集まって練習したんですけど、なんかそのソプラノ担当の先生があの男の先生なんですよそれでなんか気づいたことを言ってくれたりするんですけど、その先生がなんかこう 手だけでこうやって指揮をするんですねなんかみんなその先生の動きにつぼって全然歌えなかったですけどみんなつぼって 1,2 年生もね笑ってるし、私たちも笑ってるから先生のこの指揮の動きなんかもこんな癖がすごくて面白かった。やばいよね、4曲も覚えないといけないんですよ。もうその日は喉が枯れ枯れそうやばそう。今日の晩ご飯はね、あれですよ、ブリシャブ、ブリシャブ。らしいです。今日も
そのないものねだるくせ心はいじけちゃう。ねえ見た、それえぐっちゃんがさ、なんかかっこいい、なんかえぐっちゃんが昨日ショールーム、昨日のショールームかわかんないけど、ショールームでなんかレイヤちゃんとアキさんのプライオリティがめっちゃかっこよくてやってみたいみたいな言ってたら、なんか私からなんかえぐっちゃん絶対無理やろみたいな、私覚えてるよ、なんかえ無理ですかねみたいなやってたんですよ、えぐっちゃんが。それのえぐっちゃんのそのショールームのやつが X に流れてきて、真似した動画をえぐっちゃんに送りました。いやえぐっちゃんプライオリティはね、ちょっとやっぱバケ太郎もちょっとさギリギリだったからちょっとできないかなとかでもレイヤちゃんとえぐっちゃんとかでやったらさ、ちょっと身長差がいい感じでさ面白かったね。わ、来た。これだけ？パパが探してきた。わ、なんとなんと、皆さん見てください、パパが探してきました。じゃじゃじゃーん、なんとパパが探してきてくれました。4種類、なんか7種類あるので多分コンプリートではないけど4種類あります。コンプリート、これは 550g の方。まず1つ目、これです。見えます？一つ目はこちらで、次がこれです。こうやってピースをしてます私がで、三つ目がこれです。普通のポーズなしの感じですね。で次がこれです。かわいい、この3種類でした。いやまだ4種類、すごい、4種類コンプリートできたのみんなぜひスーパーとかで見かけたらゲットしてください。こんな感じです。ここにもね載ってるんですよ、ここの一人一人。これもあります。これもこれは200ちっちゃい方のですね。これもあるらしい。これはこんな感じでボケてる。そう、ここにも3人ね乗っているので、ぜひ すごい。しかもこの時の私めっちゃ可愛いですよ、みんなめっちゃ漏れてますよやっぱりね、メイクさんにメイクしてもらった方がさめっちゃよく映りますね。こんな感じ。めっちゃ可愛いですよ、この時。ちょっと見にくいけど揉めてますよ。
このね、ほら、なんかさ、フォークに乗ってる感じになってるの分かる？この一人一人のやつは全部変わらない。ここだけ変わります。皆さんぜひゲットしてください。ちょっと手に持ってみよう。じゃんじゃんじゃん。ちょっと前髪がキモい。みんなスクショしてイエーイ。わー、めっちゃ重い。すごいよね。ちょっとさ、ちょっとメイクとかしたいけど。そう、なんか私の X とかインスタのストーリーとか見てくれてる友達がもうほぼだから、めっちゃ今日言われたよ、刀代わりまたなんか乗るんみたいな言われました。今日も、昨日乗せたんだけど、最近はね、ココッペじゃなくてウィンナーって呼ばれることが多くなってきたんですよなんかウィンナー呼びが多くなってきてるんですけど、すごい、私なんかすごい、私イコールウィンナーみたいになってて面白いそうなんですよ。なんかね、また CM がね流れているらしいので、ぜひみんな見つけたら見てくださいそう、すごいよね、一生分のウィンナーがあります。私のおすすめのウィンナーの調理の仕方は、普通に焼くのだと、そのチン電子レンジで温めるとかやるより、やっぱりフライパンで焼いた方が絶対に美味しいんで。しかもそのウィンナーにこう切れ目を入れるんですよ、表面にこうやって斜めに。それで焼いた方が美味しいですよ。やっぱり塩コショウで焼いた方が美味しいので、ぜひ食べてみてください。だってウィンナーって普通に焼いても美味しいし、チャーハンに入れても美味しいでしょ、鍋に入れれるでしょ、何でも入れれるからすぐなくなっちゃうので、みんなぜひお願いします、食べてください、たくさん。普通に茹でるのもバリバリして美味しいし、レンジでも全然温めたら食べれるので、ぜひ博多の香り食べてください博多の香り、博多の香り食べてください。よかった、今日見せれてよかった。今日発売日だし、じゃんじゃんじゃん、後で写真撮って X 載せますねそう、スープに入れれるでしょ、何でもで、本当にね何でも入れれるんですよ。だからおすすめです。何でも入れてくで、何でも入れて美味しいので
おすすめです。ぜひ今日の晩、ぜひ今日の晩ご飯ウインナー入れてください。ホットドッグでも美味しいし、たこ焼きに入れても美味しいし、なんでも美味しいです。ぜひお食べください。コーヒーは、コーヒーはどうだろう、合うんじゃないですか。鍋系はね、何でも美味しいと思う。うん、おでんに入れてもいいよ、冬は。おでんも合いますよ、おでん。でもやっぱ鍋とか美味しいね、やっぱり。鍋はね、毎回入ってる。ぜひぜひ。なんか一人暮らしの方とかはね、このサイズでもね、可愛いし。そう。これは、こっち 500g。こっちが200ぐらいかな。そう。こんな感じで。ぜひゲットしてください。一人暮らしならこっちでもいいかも。ちょうどいい。チャーハンにキュウリと一緒に乗せて食べる。でもまあ食べれなくないと思うので、誰かちょっとチャーハンにキュウリとウインナーをして食べてみてください。そう、バケツの衣装なんですよ。ピンクと青がいい感じで、すごいね。なんか自分が乗ってるのがなんかまだ想像できないけど嬉しい。ピザもいいよ、オムライスとかにもいいし、なんでもいいです。賞味期限はいつぐらいだろう。どう、1ヶ月くらい持ちます。あの YouTube で、日本食品さんの公式の YouTube でもね、あのテレビで CM 流れないなって方はぜひ YouTube で載ってるので見てみてください。あとはね、 CM も流れてるし、あの工場見学とかの動画もあるので、ぜひご覧ください。そう、とってもレアなので、このパッケージみんな見つけたらぜひ買ってね。コップおすすめの枝豆ウインナー、枝豆ウインナーめっちゃ美味しい。なんかさ、コーンも出てたじゃないですか。コーン食べたいんですよ、私。そう、ぜひ食べてください。長田の香り。ということで終わりたいと思います。配信ありがとうございました。じゃあランキング読みます。最後はそう、ちょっと宣伝みたいになっちゃったんですけど、せっかく買ってきてくれたのでちょっと配信で見せました。
今日から発売なので、ぜひ皆さんゲットしてください。コンプリートしてみてくださいじゃあ終わりたいと思います。13位、ごハンマーさんありがとうございます。12位、アンドロメダ駅さんありがとうございます。11位、ナコミヌさんありがとうございます。10位、京子のころさんありがとうございます。9位、タカさんありがとうございます。8位、カオリッペさんありがとうございます。7位、マハマロさんありがとうございます。6位、MJ ジンヤさんありがとうございます。5位、ポテチーさんありがとうございます。4位、ヒデさんありがとうございます。サイミン、マイナくんありがとうございます。イングリッペさんありがとうございます。1位、ヤスさんでした。ありがとうございました。じゃあまたね。それではまた明日。おやすみなさいおやすみなさい。早めにおやすみなさい。バイバーイ。